皆さんこんばんは、ビビロイヤルです。本日はケイトリンの解説動画を撮っていきたいと思います。でビルドなんですけども、ビルドはこんな感じでやってますね。BF ソードからシブで会いに行ってラピファから、まあ、知見か、王権かストームレイザーで自分は使い分けてますね。でルーンなんですけども、ルーンはまあ征服者メインで、まあ、最初はまあみんな慣れてない時はあれですね、フリートフットワークにして、まあ、連戦どんな感じでやっていくのかなっていうのを理解していただくためにも、フリートフットワークは、まあ、悪くはないかなと思います。まあ、後半のダメージ量が落ちるっていう点ではやはり征服者がいいかなと思ってます。で不滅のルーンに関してはアダプティブ攻撃かハンター巨人か引き継ぎやってますね。でケイトリンの強みなんですけれども、まあ、圧倒的な射程を生かした連戦になりますね。まずはで連戦でボコボコにして、でそのままスノーボールしていくっていう形が理想的な形だと思います。でケイトリンはスキルが非常に強いと思ってるんですよね。 Q は遠距離攻撃ができるスキルで、 W は相手にスネアを付与するトラップで、 E スキルが、まあ、自分がブリンクバックステッププラス攻撃に反転することができるっていうスキルになってまして、で、まあ、フィニッシャーとしてのルートも、まあ、ちょっと弱くなってしまいましたけど、そこも優秀かなと思ってます。じゃあちょっとスキルについて見ていきましょう。はい、それではケイトリンのスキルについて見ていきたいと思います。まずパッシブのヘッドショットなんですけども、6回に1回通常攻撃が強化されるというものになってますね。名前の下のゲージが6個溜まると次の通常攻撃がヘッドショット強化通常攻撃になります。で Q に関しては、まあ、遠距離で攻撃ができるスキルになってますね。でこちら連戦では、ミニオンに当てつつ敵に当てるみたいな感じでダメージトレードを行っていきます。まあ、ただダメージが 40% 落ちちゃうんで、こういう風になんか当てるよみたいな感じしてこっそり敵だけに当てるっていうのも強いスキルになってます。で W トラップですね、こちらは相手が踏むとスネア状態になって自分の攻撃がヘッドショットプラス射程が2倍になる。このスキルはもうめちゃめちゃ強いです。で E スキルですね、 E スキルは後方にバックステップして相手にスロープラス自分の攻撃がヘッドショットで射程が2倍になるってものになってます。でウルトはまあ超遠距離から打てるフィニッシャーみたいな攻撃ですね。でこちら敵が被っちゃうと、敵色が被っちゃうと前のやつに防がれちゃうんで、まあ相手2人とも傷ってからどっちもキル圏内に入れてから打つか、もう本当にそいつが見えなくなってからこう打つみたいなことを意識して使ってます。はい、それではケイトリンの簡単なコンボについて説明したいと思います。レベル4までは普通にもう E、Q、通常ヘッドショットですね。でこれでだいたいダメージ269で、まあ、通常が確か、47なんで、まあ、6発分ぐらいの簡単なコンボになります。まあ5レベル以降で相手がだいたい6割ぐらいかな、 ADC だったらが、これの EQ 通常ヘッドショットウルトで、まあ、大体ワンパンかなってイメージです。でまあ連戦とかやってる時だとこうヘッドショットがたまるタイミングがあると思うんですけど、この通常の範囲っていうのと E の範囲っていうのが大体一緒なので、通常入れてこうよりダメージを稼ぐこともできます。はい、先ほどの EQ コンボなんですけれども、基本的に相手の命令とかはこういう風に突っ込んでくることが多いんですけど、このタイミングで EQ の後に W を挟んでおくと、まあ、相手がトラップにかかってくれることが多いかなって、こういう感じですね。来たら置いておく。これで、まあ、ちょっとこっち強すぎますけど、こんな感じでいけます。で、スキル取りなんですけども、自分は Q、W、E ってあげます。スキル取り最初の1、2、3なんですけども、この時連応してる場合は自分の W をこういう場所に置きたいので W を取って、まあ、イーブンの場合は2レベルで E を取りますね。まあ、相手のガンクになせるっていうのもありますし、まあ、バーストコンボっていうのもあるんで、こういう風に相手をファームさせにくくするために W を取ることがあります。はい、で集団戦中のこの W の置き方が結構大事になってくるんですけど、まあ、オブジェクトファイトの時ドラゴンだったり、ね、こっちから来るっていうのが分かってる時は自分はまずブッシュに置いときますね。3つの
まあ、これ W が上がってる前提の話なんですけど、で、何個かは残しておきます、手持ちに。このスタックがじゃあ3つだったら自分はこの左は置かないです。この重要なとこだけ置いて、で集団戦が始まったらこういう風に戦いつつ相手が来る位置にこう置きながら戦うっていう風にしてます、 W は。でこの W 本当に強くて、相手エンゲージ系のスキル持ってるやつはこれに引っかかりますし、襲ってくるやつはこれに引っかかって自分は逃げることができるので、こういう風にもう W の置き方を結構大切にしてください、集団戦中は。それでは説明はこれで以上になります。質問等あればコメントでよろしくお願いします。ではいい感じの動画が撮れたので、そちらの動画にレッツゴー。攻撃されています。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。トップレーンのタワーが攻撃されています。ランページ、トップレーンのタワーが攻撃されています。最初のタワーが破壊されました。敵を倒しました。ランプ。
タワーが攻撃されています。味方が倒されました。